はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、逆光でね、見えない日があったりするんで、昼間に撮影する場合は違うスタジオを使っております。で、今回はですね、鍛えても腕が細くならない人は今回のね、動画にあるトレーニングメニューを行ってください。そうするとですね、今まで太かった腕が細くなります。なので必ず最後まで見てください。で、大体ですね、鍛えても太くなる人っていうのは、やはり職業にね、意外と共通点があってですね、例えばエステの方とか、あとはマッサージの方とか、あとはね、美容師さんとかね、あとは看護師さん、介護士さん、ああいった方はですね、割と上腕二頭筋を結構使ってしまって、鍛えれば鍛えるほど太くなる人がね、とても多いです。なのに腕が細くしたいからといって鍛えてしまう。じゃあどうしたらいいのかわからないっていう方がね、結構おられるんで、今回はそういった方にですね、鍛えても腕が細くならない方向けのメニューを2つ紹介しますんで、ぜひ最後までご覧ください。で、まずですね、寝た状態でやっていきます。で、用意するものはどこにでもある1キロのバーベルです。これを使っていきます。はい、ではですね、寝た状態でですね、手をまっすぐ伸ばします。このまま肘を曲げてはいけません。肘を伸ばしたままでゆっくりゆっくり横に下ろしていきます。で、ゆっくり戻していきます。戻すのも真上まで来てしまうと力が抜けてしまうので、まあ、45度ぐらいまで上がります。そこから広げます。できるだけゆっくりやってください。早くなりたいと思うんですが、できるだけゆっくりです。ゆっくり動かしていきます。これをゆっくり。3秒かけて上がって、3秒かけて降りるぐらいのペースでやってください。この時にですね、ここの上腕二頭筋がしっかり上を向いておくっていうのがまあポイントです。この上腕二頭筋がですね、斜め向いてしまっているとしっかり伸びながら鍛えられないので、しっかり上を向けて伸ばしたまま、できるだけ速くならないようにゆっくりゆっくり動かしていきます。これはですね、結構力がある人でもゆっくり動くとですね、たった1キロですが腕がプルプルします。それは効いている証拠なので、プルプルさせてやってください。ゆっくりやっていきます。これをだいたい3秒はかけて上げて、3秒かけて下ろす。それを10回です。今度は上です。万歳したままゆっくり上がって、これも上がりすぎず、これぐらいです。ここまで上がったらゆっくり戻ります。ゆっくり上がっていきます。で、ゆっくり降りていきます。で、この時にですね、肩が痛いっていう方はちょっと重りを軽くしてください。肩に力が入っちゃうと痛くなりますんで、重り軽くして、少しずつ肩の力の可動域が広がっている方は少し重りを重くしてもいいです。といった感じでゆっくりやっていきます。これも3秒かけて上がって、3秒かけてゆっくり下げます。これも10回です。横に広げるときに上腕二頭筋がしっかり、ね、真上向かずにね、この斜め上向いちゃう人、前を向かせれればいいんですけど、斜め上向いちゃう人っていうのはさっきの分では伸びないので、ちょっと見えにくいかな。今前向いているんですが、これがこういう風に向いてしまうと上を向いてしまっているので、これではダメです。これをこういう風に前を向かしてできる方は、さっきみたいにゆっくり、これでもいいです。こうですね、こうですね、こう、これがこうやって向いちゃう人、これはこうでは二頭筋が上向いて伸びないので、こういうふうにできる方はいいですが、
こう向いちゃう人っていうのは違うやり方です。これで前を向かしたままこのままゆっくり肩の高さまで上げてゆっくり下ろしていきます。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。肘が曲がってはダメです。肘が曲がってしまう場合は重りを軽くしてください。ゆっくり上げてゆっくり下げるといったのを 3秒ずつ上げて下ろして10回。お疲れでした。今みたいにですね、しっかり上腕二頭筋を伸ばす、横にで、今度は上に上げてしっかり上腕三頭筋を伸ばす。伸ばしながら鍛えることによってですね、そこの筋肉が引っ張られて疲れにくい細くなる筋肉が鍛えられます。まあ遅筋というんですがね、そこをしっかり鍛えてくると職業柄二の腕を使ってしまう、エステとかマッサージとかああいった方はね、もう日常的に疲れが取れてませんから、もっと鍛えるともっと太くなるんで、今みたいに大きくならない筋肉しっかり遅筋鍛えながら伸ばしてあげてください。そうすると疲れにくく細くなっていきますんで、ぜひそういった方は、今まで普通に鍛えてたよとかね、こうやってやってた方は今みたいに伸ばして鍛えるメニューにシフトチェンジしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひコメントとかね、あとは質問いろいろください。で、あとは説明欄にツイッターのフォローとかいろいろ貼ってますんで、説明欄もご覧ください。あとはブログ説明欄に貼ってます。ブログの中にもね、動画じゃ伝わりきれないことを書いてますんで、ぜひブログにも遊びに来てください。今日はご視聴ありがとうございました。